じゃあ調子始めまーす。コースミナクになりました。お待たせいたしました。はい、西市村山新城、このスーパータイム。BS ラジオのプロツアーラウンド7。いよいよファイナルセッションが始まろうとしています。今、足を止めようかどうか迷っている方、どうぞ足を止めて PCA リアで盛り上げてください。ライダーたちはこうね、ライダーコールを受けてスタートしてくるわけなんですけども、スタートエリアもそのライダーコールとともに大きな拍手でスタート、プッシュしてあげてください。一日生まれば、一日スーパーファイブセッション、ファイナルのスタート。さあ、一番スタート。エピジャッジからスタートコールが生まなく入ります。行きましょう。ここをベースにしますよね。チーム IPS です。リソカルーナー実はアマチュアライダー残ってきました。4位以内に入ることができれば、プロ昇格サードのパーソナルボディー攻めました。でもこれ攻めたメッカルチャー。で、ファイナルツーランベストカウント。どちらがいい方が採用されます。2本目もがっつり攻めていけよ。まずは1本目を終えていきます。アマチュアライダーの IPSS、リソカルーナでした。お願いします。いちいちスーパーカイブセロン6次には女のミサスノーバー水の口成人式を迎え二十歳になりさあこちらリンに両方のファイナル残ってきました。さあ続いてフロントマーシングル540外を入れるインディー360からのヤブリバー安定したナイスな滑りを見せていきます。スローバーズロッチオンダミサでした。1番スタートのアマチュアライダー三岡ルナ以外は全員このファイナリストはプロ登録者ということになってます。63番いきましょう。スタートはアイアエースポーツはグル大事を取ってウェイティングします。大事を取ってウェイティングをします。スタートコールの力、お待ちください。皆さんの足が引っ掛けしないように、スラップ、少し緩めにね、調整してもらえればと思います。少しウェイティングです。少しウェイティングをします。
3分から5分ぐらいはちょっとウェイティングを続けようというところになっています。だから皆さんは肩の力を抜いてね、ちょっとご調子を待ってください。今3人のスタートコール出た瞬間、少しウェイティングが入っています。足を止めてご覧の皆さんも心の大きいです。クリアになるように、そしていいコンディションでファイナル開催できるようにというところで少しウェイティングしています。取ったら向いてよ、バラも来る。再開していきましょう。女子のファイナル1本目、3番スタート、63番佐藤彩グルー。少しウェイティングがありましたけども、勢いを変えていきます。ドピン、イエーイ、インディーが手に入っています。バックサイド見るぞ。そしてこのセンター、わー、安定したこの速度の回し方、非常にかっこいい。さあ、もうスラッシュ、サイドかっこいいですよね。63番、佐藤彩グルーでした。横田さんと55番、1、2番、アーミー・ユリックス。ワイコンティーこのパースイート、ワイコンティー狙ってますね、攻めます。もちろんファイナルですから、攻めて攻めて、日本とも攻めまくるしかないというところ。推進追加キャップ55番、1番アーミー、メインスポンサーヨネックスでした。54番、内山美恵、大阪コロンビア。さあ、6番の石内、4位に入ってます。今日は予選2通過、ドピンノーズグラブラフ。そしてまたクリック、きれいに回しました。このロデオ5、またテール360、ラブ完璧ランでした。54番、内山美恵、岡坂コロンビア、新潟柏崎チームですよね。新潟をベースにします。内山美恵キャプテン4位からどうでしょう。今年は表彰台や表彰台の頂点も十分に狙えるような予選ポイントをマークしています。そして最後に登場、51番、長谷那ガッシュ。ドピン、吸い付くような綺麗なブロックインを見せています。ファイボーティーバーサイクリック入れて、今度360、次からタフ、最後リーン、このサイドリーン、エアでのフィニッシュとなりました。
ファイナル1本目、東の永井杏奈、6人目に登場、そう、トップ通過の永井杏奈。以上で女子ファイナル1本目終了。この後ファイナル男子1本目です。女子は6名、男子は12名のファイナリスト。一打スーパーパイプセッション PSA アジアスノーボードツアー2013-2014 ラウンド7。はい、じゃあ3番スタートしてください。いきましょう、3番佐賀井伝生、キャッチ。ボスボスと収めくる中、多くの皆さんが足を止めてこのファイナル観戦中。バックセリアから入る、そしてフロントサイド7-2、ヤブセブン、3年6位の坂井、今年はノーダー540、予選12位で通過していっています。最後はクイーク、ナイスランです、落ち着いてます。スタートランキングは11位、メインスポンサーガシ、坂井天聖でした。男子もすぐにファーストラン入ってますよ。12名の選手たち、それぞれのスタートゲートの方に準備よろしく。1番スタート、フィルナンバー3、坂井健介がまずはファーストラウンを終えています。予選では245ポイントをマークしております坂井健介。ちなみに1位通過は334ポイント。さあ、ここからブーフィースタンスの選手が3名続きます。まずは24番2番リーグ14歳、10代です。2000年2月15日生まれのリーグがファーストヒット540からバックサイド5、そしてセブンツー、ヤブスリー、スティックバックインディー、バックサイドトゥイーク、ナイスランを見せていきます。予選1本目245ポイントをマークしたこの2枚リーグ、見事ファイナルに残してきています。今季からプロとして活動しています。2枚リーグ540から入って5、7、2、カブセブン、インジー、クイークと締めていきました。まだ1本目を終えます。3人目は20番ハウルのディポッキー。1年のブランクを経て見事このプロサーキットに復帰してまいりました。チャンピオンが今アプローチしています。ブーティー独特のこのトミカのバックサイド、クイック、そしてメラングリーバックサイド5、回していこう。高さ半端ない、このセブンがセカンドランをスナック。精神的にもかなり強くなって帰ってきました春菜直樹ですから、2本目がつい決めてくれると思います。そう信じてます。プロッピー春菜直樹でした。次4人目に登場していきます。6番塩谷陸ガッタ。さあ陸さあ動いて出ています。2012年年前ですね、11の当選で見事5位に入った。その2回プロになってのインディークレールから B5、 真島さん高さを狙っていきます。もちろんかなり高いところでの 7-2 なんですけども、リップに弾かれていきました。スタートランキングは18位につけています。塩谷リーク、レスポンサーキャプターでした。続いて17番カーブレミューターアライアン INI コーポレーティブトロッピン、スイッチバックサイドエアがこれです。イエス、スイッチバックサイドインディーから、イエーイ、ギャグセブンからのロデオセブン、ギャグロデオ5乗ってきた。予選1本目266ポイントをマークしています。川村亮太、川村プロ87年生まれですから26歳、中堅どころというか、この川村亮太
次一番臭いね、あれだけ高さを出してくるのはもうこれアウトだけでしょう。ナイスマンでした。次一番臭いでインディグラからキャブセブン、そしてロデオセブンからキャブ、最後ロデオパイクもバッチリメイクしております。5名のファイナル男子1本目スタートしたところでバタバタかすっていきます。少しウェイティングとります。少しウェイティングとなります。